ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2021年4月21日水曜日、八日市のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしてまいります。はい、今日のお相手は私えっちゃんこと松崎悦子と、はい、ヒデゾー吉田ヒデゾーでお送りします。よろしくお願いします。桜も終わって、はい、まだ少し咲いてるとこもねあるけど、はい、終わりましたね、はい、うん、でも来年は見れるかどうかわからへんからね、絶対見に行くんやってちょっとこの間、宣言したんですけど、はい、行きましたよ。あ、そうですか。一人でやっぱり一人で。あ海津大崎とか、あの琵琶湖の。そう。あ、そうですか。うん、何回も行ったことあるんですけどね、今回はあの高島にお住まいのご夫婦がね、うん、明日が絶対一番満開だよって教えてきてくださったんですよ、はいはい、だからそれに合わせて行ったので本当に満開だって。今までちょっと言えへんぐらい10年前から、まあ、何回も行きましたけどね、本当綺麗だった、うん、やっぱり満開の時行くとさすがに有名なだけあって、海津大崎やっぱ偉大やなと思いましたね。うん、めっちゃ綺麗でした。行ったり来たり行ったり来たりしました、車で。お天気で。天気も良かったし、うん、でなんとかこう走りながら撮りたかったんだけど、あのドライブなんとかあれは私ついてないのでね、車に、はい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 、なんか撮れへんかなと思ったけど、それも危ないし、まあいろいろ考えましたけど、ちょっとだけは撮りました。本当に綺麗でした。皆さんぜひね、あの満開の時をチェックして行ってみてください、はい、さすがでした、はい、どっか行きました？いや全然ですね。そっか、わざわざ行ってない、うん、なかなか。また大丈夫よ、若いから何回も行きますって、はい、で桜も終わって、はいはい、新緑の季節でございます、はい、新緑もまたねいいもんでね、うん、私結構好きなんですけど、あの季節感、あのこうなんだろう、醸し出せるように、そういう話をオープニングトークでさせていただきます、はいはい、大好きなのでお花とか木とかがね、はい、今日は、桜が終わった後どんな花とか木たちが、うん、まあ、主役になってくるかっていうね、はい、その辺をお話ししたいと思います、はい、あんまりそこを思ってあんまりこう詳しく話することってあんまりないじゃないですか、うん、桜とかもみじは有名だけど、うん、でもねなかなかねしぶとい人気のあるあの花々たちが、うん、あの桜の後やってきてるんですよ、はい、それをちょっとだけ紹介しますね、はい、知ってるのは知ってるって言って、はい、まずはね大好きな私が花水木です。わ、うん、かる花水木見たら絶対わかります。皆さんちょっとこうキッキッとあの検索してみてください。花水木ってひらがなで、あの誰かが歌ってる歌じゃないよはいはいなりましたね、花水木って言うたね、はいはい、あの花水木ですけどね、あの葉っぱの上に白い花となんかちょっとピンクっぽい花がだいたい2本植えてらっしゃるわ。白だけ植えてない、ピンクだけ植えてない、交互に植えてたり2本セットで植わったりしてるから、今なんだこの白い花はって思ったら大体花水木です。でもねあれはあの花じゃなくて、あの葉っぱが変形した部分が白いかったりピンクかったりするんですよ、うん、であの葉っぱの中にちっちゃい花弁があるんですけどね、あれは実は花なんですけど本当綺麗、ちょうど桜が終わった時にこう交代するようにね必ず咲くんですね。実はねあれはね北米産なんですよ。え、北米産、北アメリカ原産。あ、北米、あ、はいはい、うん、でも和名で言うとね、山帽子って聞いたことない、うん、山帽子ってなんか子供さんの絵本とかにもねよく出てくる山帽子の木が主役になって大きくなるんですけどね、一応ね山帽子っていう名前が和名ではついてるんです、アメリカ山帽子、うん、でも、まあ、みんな花水木って呼んでます。それが一番好きかな。ちょうど交代でね咲くんですよね。でもう一つ次はみんな知ってるよね、ツツジ、
はい、こう高速とか道走ってたらほら、うん、いきなりもうとんでもなく派手な紫みたいな、はい、うんうん、うわむっちゃ原色みたいな花咲いてるじゃん、うんうん、あれねツツジです、はいはい、でもう一個あのサツキっていうのがあるじゃん。あ、サツキ、はい、それどこが違うかというとね、ツツジです。あの今見れてるあの紫の派手なやつ、うん、あれはツツジです、うん、サツキはねなんかこうお庭のこうなんか生垣みたいなところにこう綺麗に刈り込んであって、うん、で普通はいつも葉っぱだけなんだけどこの5月ぐらいになると花がバーッと咲いてるっていう、うん、あれがサツキなんですけどね、はいはい、大きな見分け方があるんです。うん、ツツジはね一斉に咲くの、うん、その一本の木の花は一気に咲くんですよ、はいはい、ただツツジは違うわ、あサツキは、うんうん、一本の木なんだけど順番にちょっとずつ咲いていくの。だから生垣でもしサツキの生垣があったら咲いてるとことつぼみのとことまだ咲いてないとことあるはず、うん、でちょっとずつちょっとずつ変わって全部が咲いてるって生垣は多分ないと思います。そこは大きな違い。全然面白ない？いやいや。もうね、私も昔はねこのツツジがねあんまり好きじゃなかったんですよ。なんだかこう品もないし色もなんか派手すぎるしって思ってたんですけどね。なんかだんだん好きになってきて、あの最近あのやっと新緑が出てきたけどまだちょっと茶色がかってるような山の中でその紫だけがバンバンバンってね。あの目立つんですけどね、もうほんと素敵。なんか最近ねツツジ大好きなんです。前も言いますけど家でも育てて部屋の中で育ててるんですけど部屋の中はまだ咲いてません。はい、ということでちょっと時を見せてください。あ、なんかあとねもうちょっとだけ言っていい？はい、じゃあね新緑っていうとさ緑じゃないですか、はい、で緑の話をさせてくださいね。緑っていう色は日本にはないの。ない、ないんです、はい、青はあるんです日本はね。うん、だからじゃあ例えば信号ね、はいはい、赤黄青でしょ、はい、でもあれ緑じゃないですか。緑ですね。でも青って言うでしょ、はい、それその名残は残ってるんですね。緑って言わないですよね。 うん、あとは何だろう、どういうことを言うかな。青いうことを言うとじゃあ何て呼んでたんですか今回。ね、一応いろんな名前がついてたんです。例えばグリーン浅黄色やったり萌え黄色やったり、はい、ただ緑っていう言葉はあったみたいです。深緑とかあったんですけど その色は指してなかったみたいですね、うん、色は表してはいなかったみたいですよ。そうやな、例えば何があるかな、また思いついたら言いますね。じゃあなんで緑っていう名前になったんですか。そうですね、そこはちょっとわかんない。緑っていう単語自体はあったと思うんですけどね、うん、例えば青葉っていうじゃないですか、はい、でも緑のことですね。青葉が綺麗でっていうけど、そうか、そのまま緑葉なんですよね。そうですね。でも日本では古来から あれは青って呼んでたんですね。なるほど、緑の綺麗な緑を青と表現してたみたいなんですよね。はい、っていうのをちょっと例えばそうですね、じゃあどんな色があるのかというとね、カモの葉色っていう色があるんですよ。古代の色でカモ、カモ、あの、はいはい、食べたら美味しい美白によるやつ、うん、美味しいって言わんでいいか。あのカモの羽色って書いてカモの葉色って言うんですけどね、そんな色もちょ古代の色としてあるので、あと、コガモ色色もあるの、ちっちゃいカモの色、ちゃんと正式名称でね、あの色としてあるんですけどね。それは普通だったらあれって何色だと思うかもって、なんか黒と、あ、まあ、なんかそう、ね、そう茶色とグレーとな感じでしょ。でもねカモの葉色っていうのも緑だし、コマゴ、コガモ色っていうのは深緑なの、うん、当時よくやっぱり食べられてたんですかね。そう、生活の中に密着してたので、そういう名前がついたんでしょうか、かもしれないですね、うん、やっぱり緑な感じみたいですよ。でちょっと方向を変えると、例えばじゃあ顔が青ざめるとか言うじゃない、はいはい、あ、もうなんか怖いもん見て顔青ざめましたとかって言うでしょ。それ青ざめるって言うじゃないですか、うん、でも英語ではそれはね ブルーって使わないですよ。その時顔が青ざめましたっていうのを英語で言うのはグリーンなんです。ほう、はい、うん、もっと言うとこう
あの人なんかめっちゃヘトケしてるし嫉妬するわっていう、うん、嫉妬するっていう嫉妬もグリーンなんです、英語で言うと、うん、めっちゃ嫉妬するわっていうのがグリーンなんですよね。不思議でしょ、緑って本当に不思議なんですよね実は。で緑見たら目にいいっていうじゃないですか、はいはいはい、あれは正解か嘘かどうだと思いますか。この間テレビでやってましたよ。あ、そうですか、うん、そのテレビではどう言ってました、どうやったかな。僕正解やと思います。目にはいいって思いますか。目が治ると思ってます。思ってるんですね、はい、私説では、はい、あの特に遠い山、はい、遠い緑を見つめるといいって言うでしょ。あれはね、あの一応理はかなってて、あの色って波長があるんですね。短い波長やったり長い波長やったりあるでしょ。で緑がちょうど真ん中なんですよ波長で言うと、うん、そしたら目って短い波長からなあの長い波長まで合わそうとしてめっちゃこう収縮するんですけど、緑真ん中やから一番力入れんでいい、あの、うん、目の筋肉がリラックスしておいてくれても緑は見えるんですよ。なおかつ遠くを見るとあの引っ張らなくていいので、なんていう筋肉やったかな、目の筋肉、まあ、水晶体をこう引っ張って近いものを見たりとかするのがあの毛様体筋やったかな、うん、なんかそれが一番楽するのが遠いとこ見てて、なおかつ波長がちょうど真ん中の緑だから割に理にかなっててね、あの遠い山々をずっと見てると、まあ、ちょっとリラックスできるらしいので、うん、ちょっと疲れたなと思ったら、なんか多分徳さんとかねいつも緑見てはるしね、遠いとこね、いいんじゃないですかって思って、羨ましいなって思ってるんですよ。はい、ということで今日は新緑に関すること、はい、あれこれおばあちゃんの知恵袋ということでお話しました。あ、楽しかった。はい、じゃあメールのお知らせです。はい、私たちにはメールは元気のもとです。本当に嬉しい贈り物です。じゃんじゃん送ってきてください。ではヒルゾー君に呼んでもらいます。お願いします。はい、それではメール番号は99@siga.tv 99@siga.tv までお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、じゃあね、今日は、はい、もう出しちゃいますけど1枚の CD がございます。はい、この3曲入ってるんですけど、今日は重点的にこの CD にスポットを当ててまいりたいと思います。はい、もちろんヒデゾー君のコーナーでヒデゾー君の歌が流れますけどね、紹介したいと思います。実は前にこの第3水曜日に来てくださったことがあるキラキラさんっていう2人組がいるんですけどね、ピアノさんとボーカルさん、まあ本当に綺麗な声してはんだよね、そのボーカルさんがね。なおかつその春菜さんっていうんですけど、ボーカルさんは実は、まあ、いわゆるちょっと有名な声優さんなんですね。あの滋賀におられるんだけど、もうあれ春菜さんの声やったんっていうぐらいな有名な CM にいっぱい出てらっしゃいます。うわ、あれ春菜さんの声みたいなね。で、その春菜さんボーカルで歌ってらっしゃるんですけど、この2人がキラキラっていうユニット組んでたんだけど、キラキラミュージックラボという、まあ、いわゆる会社っぽい、うん、活動をするための名前を付けられてね。で子どもたちのためのリミックスの体操をやったり、あの子どもさんと一緒に音楽を勉強するとか、で、まあ、コンサートもするとか、まあ、そういう活動を広げるためにね、あのミュージックラボっていうのをつけて、キラキラミュージックラボの始めあったんですよ。でそれのから出した1枚目の CD がこれです。今日はここから3曲紹介したいと思います。はい、ではまず1曲目紹介したいと思います。この CD の中に入っている、2曲目の曲です。はい、題名はリボンって言います。ではお聴きください。キラキラさんでリボンです。焦げるように
嬉しくてほら心からの笑顔をありがとう。小さな君が教えてくれた新しい気持ち、こんなにも愛しいと思えるなんて素敵だね。ありがとうございます。今日なんか声調子よかったわ。はい、ヒルゾンのコーナーになってまいりました。はい、ね、季節いい季節になって爽やかなというね、オープニングで始まりましたけれども、はい、まあ、そんな爽やかなことだけではね、人生ないのでね、はい、うん、なんかこう季節が変わると体調も変わったりするので。そうですよね、ヒルゾン君なんかこんなにもう元気の元みたいなね風にしか見えないのに、ちょっとお困り事があるということで、ヒルゾンコーナーちょっとそれを語りましょう。じゃあね、みんなに聞いてもらいましょう。そうですね、そしたらよし、そうしますってこう決めれるかもしれないから。うん、はい、何悩んでるんでしたっけ。まあ、ちょうどまあ季節的にはね、うん、まあ、ああいうあの健康をやっぱりこう診断があったりしながらですね、はい、まああの昨年からちょっとずっと続いてるんですけど、この尿酸値ね、尿酸値よく聞きますね。尿酸値がやっぱりこの基準こう以上にで動かないと、うん、高いんですね。はい、で1下がったんです去年から。この1いうのはどうなんですかね。よくわかんないですけど、その10.5 やったんですよ去年。あ、でそれどれぐらいやったらダメなんですか。7以上ですよね。7以上はダメなんです。じゃあここであの天の声さんにも参加していただきましょう。同じことをあのいろいろと体験してくれた。こんな話題マジにするんですか。はい、します。大事です。これはあのミュージシャンの方ね、体大事ですね。そうですね。
あのなんか爽やかな歌、かっこいいギターでバー歌ってるのに尿酸値高い、足痛いとか、そんなミュージシャン嫌じゃないですか、ね、それあかんでしょ。そうですね、うんうん、なんかちょっとそれは気をつけましょうということで、あの人の振り見てわが振り直すって言うからね、あかんかん気付きやと思うから、尿酸値は高いのは何が悪いのか追求しましょう。お二人、いや、その、ね、まずは、うん、自分の中でやっぱり 10.5 から、今回 8.9 かな、うん、10はちょっとびっくりする数値ですね。赤らしいっぽいですよ、うん、でもいつねそういう発作が起きてもって言われたんですよね、先生にも。で、まあ、そこからまあ水を飲み出して、うん、で、8.9 までいったんですよ。全然変わらへんやん確かに変わってないね。でも1下がったんですよね、うん、で1はすごいんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、どうなんですか。それは下がったのはすごいと思いますけど、まだまだダメな数字だから、うん、なんとかしなあかんでしょ。薬を飲んでとは言わはへんかったんですね。出たら飲まなあかんという。ああ、出たらいうことですね、はいはい。まあ、痛いですからね。なんか思い当たるとこあるんですか。まあやはり、まあ、お酒が好きなんで、うん、って言っても、まあ、ビールは一本にしてますし、もう全然大丈夫ですよ。でやっぱりお菓子が好きなんで、でお菓子を食べると飲みたくなるんで、お酒をやっぱり、まあ、日本酒を。お菓子食べたら飲みたくなるの。はい、変わってますね。それ別腹やと思うけど、止まらないんですよね、お酒とこう日本酒と。じゃあもう原因ね、お菓子、お菓子で飲みたくなります。それはよっぽど美味しいね。お塩のつまみみたいなお菓子やったら分かりますけれども、スルメとか柿の種とかね、うん、そういうの食べててやったら分かるけど、まあ、柿の種がまあスタートする、まあ、出だしはあれをちょっとこう食べ出すと、今度じゃあああいうポテチ系に、うん、ポテチ系すすで今度チョコ最後締めでチョコちょっと前ならいいけど結構食べるんでしょもう止まらへんすね。あかんわ、もう原因分かったやんね。あ、でも止まらないのは分かります。あのポテトチップス開けてね、それを途中でやめる苦しさ、まあ、ちょっとだけにしようと思って、ちょっとだけに済んだことないよ、ね、済まないですね、全部いきますもん、ね、だからもう鍵の種言うたら小袋になってるやつしか僕は買わないです、はいはい、もう一袋開けたら絶対いっちゃいますんで、ね、小袋ならなんとか一つで収められるみたいなところがね。私ポテチを自分で買ったことがないですね。いや、ポテトチップスは美味しいですよ。美味しいと思いますけどね。ただあれはね、やっぱ油がカロリー高いんですよね。そんな同じものずっと食べてられへん。あ、そうですか、うん、まあお菓子はまあ絶対、ね、じゃあそこが原因ってもう分かったじゃないですか。じゃあそれ改善しましょう。じゃあつまみをもうちょっと健康的なものにするの、人参かじりながら飲むとか。いや、もうお菓子は食べない。お菓子はやめましょう。僕お酒飲むとき何も食べないですよ。それもあかんと思いますけどね。いやいやいや、まあまあ言いにっていうことですよね、うん、まあまあ僕言いはあの綺麗らしいんでそのそんなんや、若い若いねって言われましたからね、はい、やっぱピロリ菌がいないとね、言いは結構綺麗みたいですね。まあね、実にもされるしね、うん、もうだからお酒はね、だってお酒飲むのって夜中なんで、うんうん、夜中食べたら太るじゃないですか。そうですね、だからもうお酒を飲むときはお酒だけ。うん、だからあとその前も言いましたけど、やっぱり心臓のね、あ、うんうんうん、このあれをがもう今年どうなんですかっていうことを聞くと、やっぱりアスリートらしいんですよね、心臓が。でその鼓動が30になると機械をつけなあかん言われたんです。おお、そんなレベル。ペースメーカー、はあ、大変、うん、ペースメーカー言うたら作らなきゃ悪いことちゃうけどペースメーカードキ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 みたいなそうなんです。新しい曲作らなあかんやん、そんなタイムカード押してればちゃうやんなそうなんですよね。で、まあ、今はまだその病気ではないというふうに言われてるんですけど、まあアスリートらしいですね。こうでもいいっすよね。そういったらかっこいいやん。かっこいいですね。アスリートやんって。もう僕の心臓アスリートなんですよ。もう走りたくなりますよね。いい、うん、いいかもしれん。じゃあもうそれでもういいんじゃないですか、体重も。じゃあ
ちょっとぐらい足痛なってもアスリートないから。いや体重減らした方がいいですね。そうなんですよ。だからあのダイエットで走ったんですけど、速攻やっぱ膝を痛めて、まあお医者さんにやっぱりちょっとチャリやね、チャリ、うん、チャリもね、チャリ膝やられないです。チャリも買ったんですけどね。買ったの？はい。じゃあチャリ乗りましょうよ。でチャリより今ちょっと興味あるのがやっぱ縄跳びしたいんですよね。膝大丈夫な？ちょっと危なそう。いやなんか心臓にも悪そう。縄跳びがいいっていうのをちょっと聞いたんで。きついですよね。きついあれはきつい。そんなんずっとしてられへんわ。うん、なんかやってみたいな。やっぱ山歩きやって一番いいのは。ああそうですよね。緑を見て、うん、ね、ゆっくりゆっくり歩く、うんうん、結構なカロリー使いますよ。そうですよね、うんうん、長いからね、ジョギングとかね無理あります、短時間で、うん、かといって道ずっと歩いてるだけやったらね、もうそんな退屈でしょ。まあね、いらんこと考えますからね、いろんなことね。一回あの誘うわ。あ、そうですか。楽しそうで綺麗で、まあ、着いたとこにちょっとお風呂もあるとかね、うん、美味しいなんかキノコの鍋作ってくれるとか、うん、でそれあいいです、ね、往復で歩いて帰ってくるみたいな、はいはい、一回試してみたら、あ、なかなかいいやんと思うかも。まあでも飲みたいですよね。で美味しいよそういうとこで、もう夕方も寝るからね、6時とか7時で寝るから山宿に2時とか着くやん、もうね、で風呂入って、はい、もう4時ぐらいにご飯食べて飲んでもう寝んのよ。すっとね、で朝も5時頃からまた歩くのよ。絶対健康になるわ。いいっすよね。で時々なんかわーって歌ってたら山に向かってわーって、うん、じゃあそれ私ちょっと企画させていただきます、はい、お願いします。多分天の声さんお誘いしても来られないと思うので僕はチャリの方がいいな。あ、じゃあチャリでついてきてくれなって。はい、ということで、はい、じゃあ、ヒデゾー君健康促進計画ということでね、はい、そうですね、なんとかあの尿酸値を抑えて7にを目標、健康な7以下、はい、目標は7以下、イエイ、はい、ということでげっそりします。頑張りましょう。はい、はい、じゃあその決意を込めて1曲、はい、聞かせてくださいませ。はい、それでは聞いてください、ヒデゾーで無題。You
を塞いだ。妬んでも報われないよ。全て壊すことは簡単なこと。だけど小さなお皿の上、その楽しみもすぐ消えてしまう。
スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機、リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど防衛機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンター、オリフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した経営活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、八日市南高校前にあります。電話番号は0748-23-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、それでは後半頑張ってまいります。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと先にメールをいきたいと思いますね。はい、またもらってるんでしょうか。期待してください。じゃじゃーん、はい、来ましたよ。それがね、今日なんとね、ダックスブルーさん2通も来てるんですよ。おー、やる気満々ですよね。満々ですよね。ありがとうございます、ダックスブルーさん。今日はまたね、ちょっと難しい、さっき読みました。あ、じゃあ1つ目読ませていただきます。はいはい、いつも楽しく聞かさせていただいています。ところで、以前国会で忖度が話題になりましたが、忖度してほしいのは次のうち誰でしょうか。お答えください。1人目、元ニュースキャスター久米さん。2人目、元ニュースキャスター古舘さん。3人目、元ニュースキャスター宮根さん。4人目、元一の方水の呼吸プリッシャーポリ、もう一回言います。元一の方水の呼吸ポリッシャー広角機動隊杉江選手。以上です。よろしくお願いします。めっちゃ難しいな。難しいですね。なんで元ニュースキャスターに、ここに水の呼吸が入るんやろね。よくわからんけど、考えんときましょうか。ちょっと放置しようか、一回。放置プレイ。今日放置プレイしとこうかな。あかんあかん、せっかくこんな送ってきてくれたのに真剣に考えましょう。はい、忖度してほしいのは、はい、久米さんか古舘さんか宮根さんか、一の方水の呼吸ポリッシャー広角移動大杉江選手。どうですか、真剣に考えてあげてください。このポリッシャー広角機動隊というのは何なんですか。よくわかんないですね。この位置の方水の呼吸はあれですよね。ちょっと検索してみましょうか。あの流行りのあのアニメじゃないですか。はいはい、うん、ね、鬼滅隊でしょ。はい、うん、だからその鬼滅隊でなんか言うてはるんでしょ、このポリッシャー広角機動隊は。そういうのがあるのかな。水の呼吸、水の呼吸プレッシャー、なんでそれがニュースキャスターなんやろね。ニュースキャスターとプレッシャーっていうのはあんまり似てないな。広角機動隊っていうのはあるんですね。あるんですね。うん、プレッシャーがないですね。あ、なるほどね。それはもう鬼滅隊の中にあるんですね。プレッシャーっていう電動プレッシャーっていう、うん、電動ポリッシャーってこばらって洗うやつじゃないですか。ウィヨーンって、うん、そんな感じですね。なんかヒデゾー君持ってるやつちゃうの。ウィヨーンって床ガーンって、うん、あ、そうそうそう、それです、それです、それですよね。わ、ポリッシャーの機動隊なんや、すごい。あ、ほんで水の呼吸なんや。水ビューっとガーって機動隊なんや。なるほど。で、その人らとこの3人のキャスターはどう対抗するんですかね。なんやろ、ガーッと回さはるしかな。
じゃあまあ、もうそこまでにしておきます。すいません。深掘りやめます。はい。じゃあ一応選びましょうか。うん、この中でじゃあ順番を決めましょう。あの順番、私からいきますね。はい。やっぱこの中やったら、私一番ダメなのが宮根さんですね。そうなんですか。好きじゃないです。はい、ええー。すいません。そうなんですか。はい。でその次ダメなのが古舘さんですね。で杉江選手、まあ、水の呼吸かっこいいしな、結構いいよね、あの下目遣いにこうビューっていうようなね、めっちゃ好きなんですよ、あのあれがむちゃむちゃ見てますよ、はい、だからやっぱりこれは一の方、水の呼吸ポリッシャー広角帯は一番でしょう、ダントツ。だから順番で言うと忖度してほしいですよ、そう忖度してほしい、この人に。うじゃあ松崎さんち床ポリッシャー骨格機動隊水の呼吸でいきましょうかねぐらいのねシューって。じゃあ第1位私は杉江選手、第2位久米さん、第3位古舘さん、第4位宮根さんです。はい。じゃあ手続き、まあ私もちょっとなんとなくその杉江さんの、うん、ちょっとなんかこう意味がなんとなくこう見えたんで、うん、もう決まっちゃうんですね。まあ杉江さん、杉江さん、うん、宮根さん、順番を言うパターン、2番が宮根さんですか、順番を言うパターンになってるんですね古舘さん、久米さん、なるほど。あ、一番嫌なのが久米さんなの、はい、嫌なんか嫌なんて言ったらダメです。あ、そうか、あ、4位が久米さん、なるほど、はい、そう忖度してほしくないのが久米さん、別に久米さんに忖度してほしないねんな、なるほどな、わ、はい、かりました。なんか趣旨が変わっちゃう、順番を言う、はい、もう今日これ順番言うしかないでしょ、これ選べないでしょじゃあ今のところ杉江さんダントツ1位です、はい、なるほど。天の声さんの意見も聞きましょうかね、はいはい、誰に忖度してほしいかしてほしくないかが、そもそも忖度、忖度ですよ、忖度ですよ、忖度してくださいよ、もう杉江さんですよはい、天の声さん忖度いただきました。あのね、これが大人の忖度ということですよ、はい、賢い、ありがとうございます、もう素晴らしいですわ、いいオチでしたね、うん、じゃあ続けて2つ目、はい、ラックスビルさん、じゃじゃじゃーん、いつも楽しく聞かさせていただいています。ところで怪しいですが、現時点ではオリンピックが開催される予定ですが、東京オリンピックを盛り上げてくれるのにうってつけのパフォーマンスは次のうちどれでしょうか、お答えください。1つ目、田村健二のチャー踊り、はい、2つ目、大島隆平の裸踊り、3つ目、アキラ 100% の高速サラゲー、4つ目、杉江正直黒のグラサンかけたミッキー親父撮影会それオリンピックでこれしたら盛り上がるでしょう。なるほどね、これはなかなか面白いな。でもオリンピック会場でチャーもやってほしいね、うん、田村健二もほらあのグラサンかけてますからね。大島隆平の裸踊りはいらんかな。私アキラ 100% さんむっちゃ嫌なんですよあの人は、まあまあ、あの悪い人じゃないと思います。好き嫌い分かれるでしょうね。いい人だと思うんです。あの芸はもう絶対嫌です。見てんのも嫌、もう頼むしやらんといてほしい。あのアキラさんは別に嫌いじゃないけど、あの芸はもういいんじゃないの、もう食べれるようになったんからやめた方がいいと思います、うん、なんかねあかんわじゃあ私から言います、はい、ミッキーの撮影もろいよな。でもちょっと私チャーをオリンピックでやってほしいなっていう気もするので、第1位田村健二、はい、また順番ですか第2位やっぱりミッキー親父の撮影会かな、はい、杉江さん第2位、もう第3位はもう大島隆平さんで、悪いけど明さんは第4位です。はい、どうぞ。私は、ミッキー、うん、大島、大島、上島、うん、大島隆平、あれ上島やな、上島ですよね、上島隆平ですね、うん、間違ってはんな、うん、上島隆平や、田村さん、はい、アキラさん、アキラさん4番目、ね、はい、じゃあ
一番ダメなのは今のところアキラさん決定的ですね。はい、じゃあ忖度していただいて忖度忖度ですよね忖度です。忖度していただいて、はい、天の声さんに決めていただきましょう。黒のグラサンかけたミッキーオヤジ撮影会ですね。やったこれ難しい選択やったのに、これ以外あれよく天の声さんここ選ばれましたよねこれはなかなか難しい選択やったと思いますよ。素晴らしい判断力です、はい、ということで、オリンピックではぜひ杉山さんのおさんに黒のグラサンをかけてミッキーオヤジ撮影会をしていただきたいということで私たちからお勧めしたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。あ、面白かった。はい、ということでこんなことしちゃったら時間がなくなって、はい、この、ま、これ3曲ちょっと紹介したいのでね、はい、次も行きますね、はい、3曲のうちの3番目に入っているサニーっていう曲を次は聴いていただきたいと思います。これは田中裕子さん、ピアノを弾いてる方の田中裕子さんの作詞作曲です。歌はあの春菜さんが歌っています。コーラスも春菜さんが歌っています。ではお聴きください。田中裕子、酒井春菜でサニーです。力があなたを太陽
じてた心のドア開いて進もう、あなたらしく。聞いていただきました。なんてね可愛い声なんでしょう、うん、本当に天使みたいでしょ。そうですね、もうね、でお顔もあこう可愛い顔してはるからね、うん、もうぴったしこんなんですよ。ぜひぜひあの活動されてるのでね、はい、私今日フェイスブックにあのこの方々のホームページも公式ホームページに載せておきましたので、あのぜひ見てください、うん、はい。ではライブのお知らせをしたいんですけど、はい、なんか最近ちょっとだけねあのまた開催されてたりすることが増えてきたのでね、あの直近のやつだけ紹介します。まずこれですね、琵琶湖クラシック音楽祭です。これあのラフォレ・ジュルネやったやつがね名前がこれに変わったやつなんですけど、去年はあの中止になりました。で今年はあの小規模にして開催が決まりました。私これの委員もしてるんですよね。で、今回は大ホールだけです。大ホールだけでやられます。で去年中止になった小ホールにプログラミングされていたメンバーはそのまま小ホールで入る人数のそのまんまのやつを大ホールでやるという。であの言っときますけど、琵琶湖ホールの大ホールはあの席の下があの金網みたいになってて、で、上から足の下に何秒やったかな、なんか40秒ぐらいかなにで、あの全館の空気があの換気されるというシステムになっているので、あの換気は抜群なホールです。ぜひ行ってみてください。5月1日と2日です。それからね、この、 あの音楽祭のためにいろんな町々で、あの各町々がこれを応援するための音楽祭を開いてるんですね。で森山が一番最初からずっとやってて、ルシオールアートキッズフェスティバルっていうやつをずっとやってあるんですけど、これが5月30日だったかな、これにこのキラキラさんが出演されます、はい、もしもよければルシオール森山でやられるアートキッズフェスティバルに、5月30日日曜日だったと思いますけど調べて行ってみてください。多分その会場無料で入れるんじゃないかなと思います、はい、では面白かった今日なんかその秀蔵くんの健康づくりのためのね、なんかアイデアとか指摘とかあれば教えてほしいですね。もうぜひぜひ教えてほしいなと。あとこうほらなんかもっとこう体型が見える服とか着たら、あもっと痩せなあかんとかなるから、あそうなんですよね、隠さない服にしたらいいんじゃないですか。ピチピチのパンツ履くとかいやだからやっぱこう洋服を買う種類も変わりましたもんね、うん、もうやっぱり今日なんか爽やかななんかアスリートファッションじゃないですかそうですね、アスリート意識してるね、うん、もしかしてもうあの心臓の動きに合わせたね、アスリートやわ、うん、いい感じいいと思いますあ一つちょっと言い忘れました、はい、これあの私主催のコンサートがもうこんなん受けてあかんやろって言われますけどね、ミュージシャンは頑張ってね活動しないと生きていけませんのでね、でちょっとまたツアーを日本ぐるっと回らはるんですけどね、滋賀にも来たいってわざわざおっしゃってくださるので、じゃあ来てくださいと私は、清水の舞台から飛び降りたつもりで受けました、はい、滋賀は6月5日です、土曜日ですね、早めの5時頃から始めたいと思っています。あの大津のぼちぼちさんっていうライブハウスでやるんですけど、あの私の大好きなパーカッションの八尋さんです。ぜひ来てください。むっちゃいいよこれ、この3人どうなってんのあなたたちの頭の中はみたいな、うん、うわーってなるけど声出せへんしね、辛いよね、うん、ということでぜひこれも興味があったら寄ってください、はい、では今日の最後の曲も先ほどからずっと紹介しています、キラキラミュージックラボさんっていう名前にされた坂井春奈さん、田中博子さんの曲で終わりたいと思います。これが一番メインになっている曲です。生まれてきた子供、自分の赤ちゃんに対してお母さんが歌っている曲です。生まれてきてくれてありがとうっていう曲になっています。はい、
今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございます。来月は私の誕生日のある、あ違うわ、まだ5月か1ヶ月も違いました。来月はまだ5月ですけど、ぜひ聞いてください、はい、ではお聞きください、坂井春さん、田中ひろ子さんであなたへです。はい、ではバイバーイ。あなたのその綺麗な瞳に映して行こうか、だ知ってる、それだけで大きな奇跡、生まれてきてくれてありがとう。あなたがお腹にいたあの日々は生まれてきて